川端文部科学大臣が、14年前にナトリウム漏れによる火災を起こしてから停止したままの高速増殖炉文殊の運転再開が、来月6日になるという見通しを示しました。今まで14年間、待っておりまして、地元の皆さんがと関係者皆さんのそれぞれの努力で、こういう事態,事態にまでこぎつけていただいた。 川端大臣は一昨とい、文字を視察するとともに、地元の福井県知事・鶴ヶ市長と面会し、運転再開の了承を取り付けました。今後は原子炉から制御棒を抜き取る作業と最終点検が行われ、来月6日に運転が再開される見通しです。川端大臣は万全の安全確保をして再開されることを期待したいと念を押しました。